はい、皆さんこんにちは、トリピーです。ということで、今日もですね、ポケットモンスタースカーレットを遊んでいきたいと思います。登校初日なんだけど、学校に行くまでに寄り道をしすぎちゃってるんで、とりあえずは、今から学校を目指していきたいと思います。あ、ややこまがいる。ややこまがおるわ。これは野生じゃないね。ややこまかわいい。あ、センスいいですね、あなた。センスいい、あなたと一緒に、とりあえず写真撮影しておきます。あれ、どこ行った。あれあれ、え、いなくなってる。あれ、いるよね。待って待って待って、怖い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 。ん、あれ、ホラーなんだけど。あれ映らない。あれ、本当にどこ行った。あ、あ、怖い怖い。うわ、ペリッパーがおる。こいつ捕まえたいんだよ。俺、ペリッパーは、ペリッパー何ですか。荷物やお手紙をくちばしに入れて運ぶんだって。あ、なるほど。ただこのくちばしクソでかいから、君も運んでくれるかもしれないよ。ほら、ちょっと怖いな、こう見ると。なんか本当に運べるんだよな。子供も運べます。さあ、ということで、学校こっち側だな。なんかこの街探索した方がいいのかな。結構歩くの、もう結構歩くのおじさんがいるわ。まあとりあえず行ってみよう。こういう感じで自動で戦闘させるのマジで最強だわ。アイテムとかも拾わせながらどんどんやっていこう。とりあえずは向かうぞ。どっちだ。あ、ピチー。マジ可愛すぎるやろお前。可愛いですね。せっかくだからこの子は捕まえよう。骨積みポケモン。電気を溜め込むのが下手。何らかのショックを受けるとすぐに放電してしまう。なるほど。ご機嫌斜めのピチー、いつもハラハラ。ポケモンセンターがあった。ここか、こっちじゃないか。一応こっから行けるけど、こういう遠回りもできる。まあでもこっちだろうな。行ってきますか。あ、ポケモン勝負してますか。まさかお前対戦か。どうも、ポケモンリーグです。ポケモン勝負してますか。ここ南一番エリアで4人のトレーナーに勝ったら豪華な景品をプレゼントですよ。おお、マジかよ。1人しか勝ってないらしい。合計4人に勝てれば豪華な景品をプレゼント。せっかくだからやってくる。戦ってくるか。なんかトレーナーいたんだよな。あ、待って、ウソハシがいる。マジでベイビーポケモンばっかし現れるんだけど。かわいいこいつ。さあ、ちょっとここら辺からレベル高くなってきたから、一発ぐらいなんか当てないといけないけど、クワスのレベルも高いから、こういう効果今一つとかで倒さないようにしながら、ちょっとボールを投げていきましょう。まあ言うて大丈夫だろう。いけ、モンスターボール。ウソハチゲットだぜ。オッケー、素晴らしい。ウソハチ、体内の余計な水分を目から出して調節する。泣いてるように見えるだけ。ウソ泣きしてますわ。あ、待って、早くないか。クワッスが進化します。皆さん大変です。スティックで動かせる。うわー、あー、待って、いいじゃん。おめでとう、クワッスはウェルカモに進化した。おほほほ、ちゃんと飛びそう。ひたすらに浅瀬を走り込んで足腰を鍛え、仲間同士で足技の華麗さを競い合う。まだ水タイプしかないな。とりあえずは、飛行タイプはまだ入ってないですが、着実に鳥っぽいポケモンに進化してくれたんですけど、足腰を鍛えてるのだけがちょっとだけ不安です。あ、でも全然あり、全然あり。なんか今のところめちゃくちゃ個人的には嬉しい感じになってるぞ。これいいでしょ、可愛くないかこれ。つか今更だけど、まあ、性格とかはあんね、軽くややこまとかはなんか大量に捕まえて、性格割と良さそうなハラミンゴとかも攻撃とかが上な、あんまりそこまでめっちゃ厳選してるわけじゃないけど、それっぽい感じのを捕まえました。本当はどうせね、いじっぱりとか陽気がいいんだろうけど、なんかそこまでしなくていいかなって思って。あー、いた、君だ。お買い物してバッチリ。対戦よろしくお願いします。ナイスタイミング。ポケモン勝負のお誘いね。そういうことです。俺のこの何だっけ、ウェルカムだったっけ、ウェルカムだったっけ、違うわ、絶対違う。あ、いいじゃん、餌の時間だ。おお、かわいい。なんかウェルカムだ。どっかのさ、
あれだわ、あの有名じゃないアトラクションパークとかのなんかマスコットキャラクターしてそうじゃないこいつ。わかるこれ、ほら、あーかなりいいよ。あーこれだけか。さあ1匹しかあいつは持ってませんでした。あー売る言葉に買い言葉、220円ありがとう。あと2匹トレーナー倒します。どこじゃ、おったで、へっへっへ。2匹なら、あお前まさか2匹ポケモン持ってんのか。それはずるいんじゃないか。僕ねポケモン2匹も持ってるからすごいよ。お姉ちゃんはね、なんと6匹も持ってるんだよ。さあ凛太郎はルリリを振り出してきました。こっちはウェルカも、あーなんかすごいことになってる。なんか背景が意味わかんないことになってる。まあ、翼で撃つか、いけ、オッケー、いいね、かわいいこいつ。さあデリビルちゃん戦いますか。アクアジェットレベル5、待って俺ちょっとレベル上げすぎてる、これまずいまずい、良くないことになってる。ちょっとあれです、あれします、自重します。なんかポケモン捕まえるの楽しくなってて、ポケモン捕まえててレベル上がるの良くない仕様だわ。うわー僕のポケモン2匹、160円ゲット、ありがとうございます。おったで、なんか山男みたいなやつが。学校行くのかい、そういうことです。さあただ寄り道しまくってます。通学中におじさんとポケモン勝負しないかい。はい、不審者がいるんで通報しておきます。とりあえず赤ジェッツ強っ、俺のポケモン強すぎ、さすがに育ちすぎ。やったー、これでさ、え何人だ、2人3人倒したよね。もしかしていいなんかアイテムもらえるんじゃない。行こうぜ、さっきの人に話しかけに行こう。うわここにもトレーナーがいる、ただこいつは無視して多分4人倒してきました。ポケモン勝負してます、どうですか。はい4人来たんじゃない、イエーイ電磁波。まあ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 、旅だとあんまり必要ないかもしれない、助かります、嬉しいです。じゃあこの奥行くか、ここ子供一人のパワーじゃ開けれんやろ、試しの扉みたいな。おーいトリッピー、ネモが来た、ネモここの扉開きません多分俺の力じゃ。坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない、どれくらい強くなったか勝負して試してみようよ。あなるほどいいよ、ただ俺申し訳ないけど進化しちゃったんだよね。それじゃあトリッピー実りのある勝負をしよう。いいねこいつマジで学校行く気ねえな本当に。ああモネいいね、モネねちょっとね大人になりかけのね成長してるんですよね。まあどこかとは言わないけど、ホゲータ、あーいいよ、いけベルカも、ベルカもマジでいい、トリッピー強くなってそうだし今回は2匹で行かせてもらうね、任せてください大丈夫ですよ。さあじゃあとりあえずアクアジェットで粉砕します。ライバルってさ、こっちが向こうが弱点ついてこなかったっけ、なんかいつの間にかぬるげになったの。こっちが水タイプを選んだらさ、昔はなんか草タイプ選んでたような気がするけどな、思った以上に押されてる。やっぱりトリッピーいいね、はい出してください、パモ、おーあかわいい、レベルは9、うんなるほど、トリッピー楽しいね、私とっておき使っちゃう、まさかまさかクリスタルみたいな、本当にそうじゃん、やばすぎ、初めて見たんですけどそれ、おおいいね、テラスタルだったっけ、テラスタルポケモン、赤ジェット、うわ全然見ねえ、テラスタルの強さ何も見れなかった、正直ちょっと見たかった。さあ倒しました、すごい、テラスタル相手にそのままで勝っちゃうなんて、ありがとうございます。あそうだトリピアまだ使えないんだ、後で何とかしてあげる、助かる、強いから忘れがちだけどポケモン始めたばっかりなんだよね、勝負の俺トリッピーに元気のかけらをプレゼント。ネモはいろいろくれるから好きだわ、サンゴもありがとうございます。そしてこちら門の向こうが学校の町テーブルシティだよ、町の中は坂とか階段多いから一休みして追いかけるね。あいいよ、え開かないけど、おおどうやって開けたんだ、おおなんか入っちゃった、誰がどうやってあのでっかい扉を開けたか教えてくれ、気になるんだが、ネモが開けたのか、はいということで、テーブルシティだったかな、
着きました。今回のポケモンはどうなんだろうな、旅をしていく感じなのかな、それともここを拠点になんかいろんなところに行くみたいな感じかな。あんまりちょっとよく分かってないんだけど、多分ここが学校ってことは拠点になるような気もしてるんですが、結構広い街だ。追いついた、やっと着いたね。はい、いいね。ここがテーブルシティ、パルデア地方最大の都市。そうだね、ここなんかめっちゃ都会って感じする。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めてたくさんの人たちがやってくるの。ほう、不安定の風船がある。髪型をいじれる美容室やお惣菜が美味しいお店もあるよ。いいじゃん、めちゃくちゃ。トリッピーは何が気になる？そうだな、まあちょっとお惣菜屋さん気になるね。髪型はこれでいいから。意外と食いしん坊だったり、お腹が減ってはポケモン勝負できないもんね。そうなんですよ。あ、勝負といえばトリッピーにもテラスタル使ってほしいんだった。ちょっと手続きが必要だから代わりにやってくるね。あ、そんな感じなんだ。その間トリッピーは街を見て回ったら楽しいよ。ありがとう。制服アレンジできるブティックやレストランもあるから行ってみて。あ、それは嬉しい。制服をちょっとアレンジしたいっすね。せっかくだから可愛くおしゃれするか。なんか今もね、一応ね、これ夏服なんだけど、どうだったっけ、これか、上で、まあ、こんな感じで、秋服とかに変えることはできるんだよね。冬服とか可愛いんじゃない？あー、やっぱ夏服が一番可愛いな、こう見ると。こんな感じでね、メガネとかもあったんすよ。ほら、ちょっと楽があるけど。まあじゃあ、とりあえずこれにしとこう。あー、どこで着替えたんですか、トリッピーちゃん。あー、ドータ君いる。ブティック行くか。あ、ハンバーガーショップある。お腹減った。あ、入れるやんけ。おお、トリッピーみたいな体験のやつがいる。リアルトリッピーだ。サンドイッチ、いらっしゃいませ。はーい、一度でも二度でも毎度サンドへようこそ。あ、なるほど。え、たっかやばすぎだろ。舐めてんのか。これポケモンが回復すんのか。いや、やばすぎ、絶対買わねえわ。俺お金ねえもん。こんなん買うんぐらいだったらモンスターボール買います。あー、かわいいポケモンが、こっち側ポケモンと一緒に多分ご飯が食べれるんだろうね。で、こっちはポケモンは立ち入り禁止みたいな、そんな感じかな。これは何ですか。ここはカフェか。なんかコーヒーのマークみたいなのあるな。当店はくつろぎの場、喫茶室なぎさです。はい、うんうんうん。おー、店内はないのコーヒー高なんか全体で出されたんだけど、買わねえやつは入るなってことか。ここか。いや、ブティックを探してるんですけど、ここ美容院っぽくない？あ、違うわ、怒りのマークがついてる。ご来店どうも、こちらレストラン鮮度一番。あーあー、なるほどね。ここも店内はなし。食事パワーって何なんだろう。値段そこそこするけど店内入れないの何なんこれマジで。幸せーバラトでーす。はい、うわー、大変。これはいいですよ、インスタ映えします。まあインスタ一生やらないんですけど。すごい広いとこに出たぞ。服屋どこや、服屋。あ、ここっぽくない？来たー、靴屋さん。あ、なるほど、服屋っていうか一個一個別だなこれ。さあ、スニーカー、お金が足りないようです。なるほど、スニーカーだけか、ここに売ってるのは。なんかもっと可愛いやつないのかな。夢うつつ、カポーカポー、あんまり可愛いのない。さあ、階段を登ってきたんだけど誰かおるわ。おーおーおー、下っ端へ。君もスター団に入ればお星様のように輝けるのよ。あー、なんかちょっとアンニュイな子がいるよこれ。 EV のリュック背負って、なんだそれ。本当なんなの君さ、仲間と眩しい青春送りたくないの。そういうタイプじゃないね。別に、ほらこっちとの勧誘ノルマあるんだから、さっさとスター団に入れなさいよ。これ助ける流れ来たっしょ。困ったな、助けようぜせっかくなら。ただスター団のあの女の人の生足がちょっと眩しすぎるんだけど俺。ん？スター団に何か用？私ら泣く子も笑う、スター団君は知ってるよね。いや全然知らないです、初めて聞きました。もう何なのよ君まで、せっかくスター団に入ったのにこんな扱い底辺じゃん
舐められっぱなしだと団の面目丸つぶれ。勝負する気はなくなくない？おお、それそうね。あんたは最初のメガネを見張ってて。生意気な新顔ちゃんは私がお星様にさせちゃうわ。ああ、やってやろうじゃねえかこの野郎。おーおお、なんだなんだなんだスターダの下っ端が勝負を仕掛けてきた。なんだったの今の。おーおー、何それ、知らないポケモン出してきた。いけ、見えるかも。対戦だ、戦うアクアジェット。つかこっちもさ、せっかくだったらこいつ以外のポケモン使おう。なんかあっという間に倒してしまうから、あれ使おうぜ、カラミンゴ使おうぜ、カラミンゴ。おーおーおー、でも余裕です。顔芸すご、私がお星様になっちゃった。なんなのこの新顔ちゃん、マジ強いんだけど。強いっしょこっち、ちょっとレベル上げすぎて反省してるんです。後輩がやられた。こうなったら先輩である俺が相手をするしかないのか。ちょっとちょっと、何やってんの。レモンさん、助けてください。ゲッセート会長、めんどくさいやつに見つかっちまった。もうダメだよトリッピー、あいつらも生徒なのかな。ポケモン勝負するならあたしとでしょ。ああ、そういうことではないような気がするんだけど、スターダンってやつが来たんすよ。え、あ、ごめん勘違いしちゃった。本当だ、よく見たらスターダン、また強引な勧誘してる。あ、はい、どうも。こいつらあれか、生徒でなんかよくわかんない宗教にハマっちゃったみたいな、そんな感じかな。なるほどね、本来なら生徒会長としてこの騒ぎを収めるべきなんだろうけど、せっかくだからトリッピーが超マル秘アイテムで解決しちゃえ。お、もしかしてテラスタルできるようになりますか。僕テラスタルオーブを手に入れた。やった、テラスタルオーブを持ってると戦闘中にポケモンをテラスタルできるんだ。トリッピーのウェルカモは水タイプにテラスタルしそう。これもらうのって本当は専用の授業を受けてないとだけど、私が推薦しといたから。きたー、助かる。それはやってやろうぜ。あれ、この流れはテラスタルのお試しにされる感じですか。嫌なら私と勝負だよ。グヌー新顔の方ならまだ勝つチャンスはある。ネモの立ち回りかなり好きだなこれ。おー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 、なんなんこいつマジで。このポーズは何なんだ。スターダンの下っ端が勝負を仕掛けてきた。対戦よろしくお願いします。きたー、ヤングース、いけ、ウェルカモ。パルデア地方ではポケモンが結晶化することがあります。それをテラスタルと呼びます。テラスタルボタンを押すとポケモンがテラスタルします。オッケー、テラスタイプになるとテラスタルは一度使うとしばらく使えなくなります。うまく使って勝利をつかみ取りましょう。ポケモンセンターで回復するとまたテラスタルできるようになります。あ、そういうことなんだ。一回の戦闘で一回とかそういうわけでもないんだ。へえ、それは初耳です。さあ、戦うでテラスタルか。 R ボタン、テラスタル、アクアジェット、せっかくだからやれ。おーおーおお、いけ、テラスタルウェルカモ。どんな感じになるか。おお、かっけえこれなんかこういうさ、クリスタル系とかさ、なんか売ってるよね。意外と値段とかするんだよ。アクアジェット、テラスタルが多分これ水タイプだからあんまりなんか技が変わらなかったのかな。多分なんだけど、テラスタルした時に自分のタイプ1の方が威力が出るとかそういうことか。しゃあ奥の応援もうなんかシュールすぎるだろあれ。さすがトリッピー、テラスタルもいい感じ、ありがとうございます。テラスタルと同じタイプの技はさらに強くなる。たまに全然違うタイプにテラスタルするポケモンもいるから戦略の幅がうんと広がるよ。テラスタルするとしばらく使えないからポケモンセンターでチャージしてね。ハグです。それじゃあ僕はこれでお疲れ様でした。私もこの辺でお疲れ様でした。俺これから使おう。お疲れ様でした。今日覚えてたら実況の最後はこれ言います。スターダンはいわゆるやんちゃな生徒の集まりなんだ。出席率も低いし集団で暴走してるし、先生たちも頭を抱えてるみたい。なるほど。あ、そうや、こんなやついたな。ありがとうございます。はあ、先行くんで。あ、バイバイ。ちょっとだけなんか一部の人から人気出そうな感じの性格してるな。トリッピー偉い、人助けしてたんだね。あんま見ない顔、あの子も転入生かな。 EV のバッグモフモフ。さて、いざこざも解決したし、いよいよ学校へ向かいますか。地獄の階段頑張って登ろう。オッケー、これ確かに毎日ここ投稿するの地獄すぎでしょ。嫌なんだけどこれ、地獄すぎだろこれなんでこんな高いところに作ったんだよ。やめろって、大変じゃん。ああ、なんか降りてきてるよ。ガクガクしすぎじゃない君。
なんかもうちょっと自然に階段降りれないの？ああ自然になってきた。子供って大変だ、大変だな。あいつもガクガクしてるって。大丈夫？ああ自然になってきた。勉強するぞ、頑張れな。お前ら全員頑張れな。さあトリッピーの学びが始まるぜ。ここからだ。ここは学校のエントランスホールだよ。ここの受付で登録すればいろんな授業を受けられるし、校内のいろんな施設につながってる。勝負できそうなくらい広いのに、エントランスでのポケモン勝負は校則で禁止なんだ。あ、そうなんだ。へえ。マジでさ、一応オープンワールドって聞いてるから好きな順番で攻略できると思うんだけどな。トリピさん、ネモさん、初めての投稿はいかがでしたか？いや大変でした、めちゃくちゃ。つかよく比べる俺んちまで来てくれたね。遠かったっしょ。おやいや、大冒険だったのですね。はい、さすがチャンピオンランク、そして生徒会長ですね。ご案内ありがとうございます。友達だから当然ですよね、トリッピー。嬉しい。あ、先生、そういえばスター団の人たち見ました。なんですって？どちらですか？校門の階段下で EV バックの子が絡まれてて、それは大ニュースですよ。今も彼らはいますか？トリッピーが実力で追っ払いました。あー、なんということでしょう。トリッピーさん、人助けはいいことですが、入学早々ワイルドはほどほどに。メモさんもそういう時は先生呼んでくださいね。なるほどですね。 EV のバックボタンさんでしょうか。学校にいらしてくれて何より。一応ネモさんはスター団のことを担任のジニア先生に報告してください。はい、わかりました。おっと、そろそろ授業開始です。あ、違う、修行開始です。お二人とも教室に急がなくては。 OK です。トリピー、私たちの教室1の A まで案内するね。そう考えたらネモってさ、1年生なのにさ生徒会長してるのすごない？ジニア先生、おはようございます。うわ、子供たちがたくさんです。はい、皆さんおはようございます。なんか男キャラばっかだな。今日は大ニュースがあります。知りたい人は誰かな？はいはい、知りたい。ちょっと遅れちゃってたけど、今日からこのクラスに新しいお友達が増えます。さあざわざわ、どんな子が来るのかな。トリッピーです、どうぞ入ってきてください。こいつの喋り方ちょっとうざい。トリッピーが一番可愛いわ、ダントツで可愛い。自己紹介できるかな。はい、トリッピー、なんだかクールでかっこいい。皆さん、トリッピーさんに興味津々ですね。トリッピーさんに質問したい人は誰かな。はいはい、質問いいですか？何でも答えます。トリッピーさんはポケモンのどういうところが好きですか？あー、いい質問ですね。なんかかっこよかったり可愛かったり、そういう個性がたくさんあるポケモンたちと旅するのってなんかすげえドキドキするし、ワクワクするし、ファンタジーなんだよね。なんか社会人とかになってなんか現実世界が辛かったりするんだけど、このポケモン遊んでる時だけはね、本当になんかその子供の頃のワクワクとかドキドキとか、そういう気持ちにね戻れるみたいな。この冒険を旅することで主人公に没なんか、あー、こういう結構シンプルな感じなのね。勝負する、集める、可愛がる、全部、まあ、全部でしょ。まあそうなんだ、僕もだよ。他に質問がある人はいますかね。さあ、あ、ネモいた。じゃあ私いいですか？はい。トリッピーさんはこの学校で勉強していって、ほう、将来何を目指したいですか？おー、図鑑の完成、強いトレーナー。あー、どっちだろう。いや、俺今回は強いトレーナー目指すわ。絶対なれる、なれるって。一緒にいっぱい強くなろう。任せてくれ。トリッピーさん、自己紹介ありがとうございます。僕は生物担当のジニア、担任の先生でもあります。はい、トリッピーさんの席はそちら前から2番目でお願いしますね。あ、ここモネっつかネモの隣じゃないんだね。それでは皆さん、これから仲良く勉強していきましょう。はい、よろしくお願いします。これ設定何歳ぐらいかな。本当に学校の中を自由に探検してみよう。あ、マジ？他の人たちみんななんか座ってるけど大丈夫？これ生物の授業、数学の授業、バトル学の授業が受けれるようになりました。マジかよ。あ、ネモさんいなくなってる。とりあえずじゃあ自由に探索ってことなんで行くか。あ、いるわ、職員室にネモいるわ。なんか教室にネモいなくなってたから、職員室行ってネモを探しに行きましょうか。ネモとちょっと喋りたいしね。なんかここの画面の切り替えおしゃれで好きなんだよね。うわー、いた！え、なんかやばいやつと喋ってない？毛量お化けみたいなやつと喋ってるけど、ネモ誰あれ。ドライヤーめっちゃ時間かかりそう。それではチャンピオンネモ、代わりお願いしますね。ほう、任せてくださいよ、むしろ楽しみです。それではお任せします、ごきげんよう。お、なんかちょっとあれだな、なんか黒光ってる感じするな。どことなくゴキブリっぽい。めちゃくちゃ失礼なんだけど俺。
はい、おや、失礼します。いやいや、こちらこそ失礼します。すいません、冗談ですよ。おー、すごい毛量の人だったね。あ、トリッピー、今の誰？今の人は誰ですか？トリッピーも気になるよね。あの人はトップって呼ばれてる。強くてすごくてかっこよくて、私の目標で。はあ、いや、ポケモントレーナーなら誰もが憧れる人なんだ。あ、そうなんだ。あいつがチャンピオンダンデみたいな存在。あ、それでさ、さっきの教室での話、うん、私の質問に強いトレーナーを目指すって言ってくれたよね。あ、まあ言いましたね、最強の取り扱い目指すんで。それならさ、トリッピーもチャンピオンランク目指してみない？あー、最強の取り扱いを目指す過程でもしかしたらなってしまうかもしれないですね。いいよ。え、話早すぎ。とりあえず説明させてほしいな。あ、なるほど、教えてください。すいません、よくわかってません。チャンピオンランクってのはポケモンを鍛え、その技で人々を魅了するポケモン勝負プロ級の人たち。ポケ化してんのみたいな感じが。なりたい。ポケ化してんのに我なりたいです。ポケモンリーグに認められるとチャンピオンランクを名乗れるんだ。チャンピオンランクに到達するには授業を受けるだけじゃダメで、ほう、8つのポケモンジムを勝ち抜いてジムバッジを集めるんだよ。なるほど、そんなことをしないといけないのか。そしたら特別なテスト、チャンピオンテストに挑戦できる。ほえー、合格すれば晴れてチャンピオンランクになれるんだよ。ポケモントレーナー、みんなの憧れ、すっごい称号なのだって自分で言うの恥ずかしいね。めっちゃいい称号じゃん、俺も欲しい。私は前回の宝探しでチャンピオンランクになったんだ。あ、宝探しっていうのはもうすぐ始まる特別な課外授業さ。繁盛？前のは入学早々あったんだ。なるほどね。学校の外で冒険しながら自由に学べて楽しいんだよ。楽しそう、普通に。今思えばあの経験が宝物だったのかな。なんか言ってるわこいつ。まあいろいろ分かりましたよ。チャンピオンランクなってみたいです。トリッピーと一緒なら私ももっと強くなれる。頑張ろうぜ。どうせバッチャー8つ集めるんだろうなって思ってたから、あらかじめジムの場所マップアプリに登録しちゃおっか。はい、お願いします。ありがとうございます。さすがの行動力、陽気ですねあなた。おお、来た。ああ、あのなんじゃもんじゃいる。なんじゃもだったっけ。発酵ジム行きたいな。あとはつか初情報じゃん。ただなんじゃも以外可愛いやついた今。ポケモンカードの SR になった時にトリッピーがときめくやついた。なんかパッと見いなさそうだったけど、考えといてね。わかりました、ありがとう、助かります。トリッピーかわいい。リオルもかわいいんだよなこれ。その問題はここがわからなくて、リオルはなんでついてきたんだこいつ。個性的。はい、個性的な先生が多いから埋もれないように頑張らないと。あー、なんか先生もそうやって悩むんやな。ゲーム実況者も悩むんやで。学生食堂もとりあえず行ってみます。あ、ミツハニーがいます。これさ、ミツハニー入れてるんじゃないのこのご飯の中に。そんなことある。こんにちは、誰だったっけ。そう、ペパーだ。お、また会ったな。お、あ、そうだ、ペパーおめえか。俺お前のこと嫌いだよ。俺のこと覚えてるよな。嫌いだ、覚えてない。誰ですかお前なんか。知らねえよ。なんだよ、クライドのボールやっただろ。自己紹介してなかったか。改めて言っとくけど俺はペパーって男だ。おう、まあ知ってます。お前は名乗らなくていいぜ。トリッピーだ。生徒会長とつるんでるだろ。学校中お前の噂で持ちきりだぜ。あ、そうなんだ。生徒会長とは偶然ね、お隣さんだけなんすよ。そんな有名人に会うため来たくもね、学校まで足を運んでやったんだ。え、俺に会うために来たの。俺の野望の実現のため、その強さ貸してくれねえか。いや、お前が弱いだけなんだよ。俺が強いかどうかまだ分かってねえよ。まあいいけど。まだ全然説明しねえだろ。お前なんでもイエスちゃんか。そんなつもりはないんすけど、意外かもしれねえけど俺ピクニックが好きで。気持ち悪いな。料理すんのも得意なわけよ。あ、そうなんだ。何こいつ、ナンパしようとしてるの。今はポケモンを元気にする健康料理を研究してんだけど。ほう、この前見つけた本に食べればたちまち元気になる秘伝スパイスっていう食材の情報が載ってたんだ。なるほど、秘伝スパイスは全部で5種類。その粉末をペロッと舐めるだけで滋養強壮血行促進、ちょっと難しい漢字が多いです、老化防止に免疫アップだ。パルディアにしかないガチで珍しい食材らしい。ほう、なんかトリコみたいなことしてんだなおめえ。だけど秘伝スパイスは主ポケモンってのに守られてて。主ポケモン、ほう、簡単には手に入らねえんだと。主っていうのは多分こんなやつ。どんなやつ。おお、エリアゼロの怪物。めちゃくちゃ、何これ。やばすぎ、モンハンじゃん。もうエリアゼロには不思議なポケモンが生息している。下に行くにつれてポケモンかどうかもわからないような巨大で凶暴な生物がその姿を見せ始める。
彼らの猛攻を受けたことで隊員が致命傷を負い一時退却することとなった。すげえな。おわ、まだいるんだ。エリアゼロの怪物、何これ、ドンファン、多分シンポケだろうな。観測隊の一人が偶然撮影した写真。あ、ドンファンじゃん。ドンファンというポケモンに似ているような気がするが、体の大きさや背中の形など生物的に全く異なる。なんと偉大な牙であろうか。はあ、なんかドンファンのモンハンフォルムみたいな、そんな感じかな。自分で取りに行きたいけど、俺ポケモン勝負は苦手でさ。まあ確かにお前弱かったよな。すげえ弱かったわ。ポケモンが強い、友達の当てもねえし、生徒会長に頼むのもうぜえし、何なんだろうこれ。そこでぜひともお前の力を貸してほしいんだ。まあそういうことならダメです。嫌いなんだあなたのこと。ああ、まだ答えなくていい。とりあえず主がいそうな場所だけマップアプリに登録しておくな。おい、ダメって言ったのに勝手に登録されちゃった。しかもなんかお前のスマホカバーがおしゃれで、なんかちょっと気持ち悪い。わあ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 、めっちゃいろいろあるじゃん。やることがたくさんあるんだ。好きなところから選んでいいよってそういうことですね。レジェンドルート、ほら。細かい話はまた今度。お近づきの印にこいつをやる。ああ、星のスローもらいました。これ売るやつだ。売ろう、今すぐ売ろう。ペパーからもらったやつは全部売ろう。手触りがサラサラの赤くて綺麗な砂、ショップで安く売れる。高く売れるやつよこせよお前、星の塊みたいなやつ。考えといてくれよ。バイバイ。トリッピーだな。なんか急に電話が来たんだけど。何ですか。この通話はあなたのスマホをハッキングして行っている。何、誰ですか。私の名前はカシオペア。ほう、あなたのことは知っている。高い素質を持つポケモントレーナー。その腕前を見込んで頼みたいことがある。みんな俺に頼むじゃん。トリッピー、あなたはスターダンを知っているな。はい、知ってます。なんかすごいポーズがかっこいい、おしゃれなやつです。話が早くて助かる。カシオペア、スターダンとはアカデミーに通う生徒たちが作ったいわゆる不良グループ。彼らはアカデミーの風紀を乱し、周囲に迷惑をかけている。そんな彼らを私は放っておくことができない。おお、なるほど。私はスターダンを解散させ、星屑に変える作戦、スターダスト大作戦を考えている。なんだそりゃ。この計画には同志が必要。あなたにも手を貸してほしい。このカシオペアってさ、今まで出会った人たちがなんか偽名で活動してるんじゃないの。それこそクラベルみたいなさ、そういうのじゃないこれ。俺もしかして当てちゃった。結構そういうの俺鋭いんだよ。返事は結構、詳しいことはまた後日。今日のところはこれで。おお、なるほど。とりあえずスターダスト大作戦みたいなのに。あ、どうもトリッピーさん。お前なんじゃないのカシオペア。お前なのカシオペア。校内でのスマホ通話はもう少し小さな声でお願いしますね。あ、すいません、あの気をつけます。まさか怒られると思いませんでした。大切な個人情報が聞かれてしまうと危険ですので、今の時代気をつけることが多くて大変ですね。それではまた後ほど。いや、こいつカシオペアだと思うな俺。どう、ほらこの表情。あ、ほら、あ、やっぱり、ほら、ほら、絶対そうだ、スターダン。え、本当にそうじゃん、すごっ。え、絶対そうでしょこれ。ピンポンパンパーン、ポーン。トリッピーさん、至急校長室までいらしてください。はい、繰り返します。トリッピーさん、市中高校室まで市中高校室行きましょう。なんじゃいなんじゃい、クラベルさん、カシオペアさん、こんにちは。まあ偶然あれか、俺が話してるの聞いちゃっただけか。トリッピーさん、よくいらっしゃいました。はい、オレンジアカデミーは気に入ってくださいましたか。はい、とても気に入ってますよ。大変嬉しいお返事です。こいつはどうなんだろう、マジで黒幕のような気がするんだけどな。先ほど食堂で話せればよかったのですが、理由がありまして校長室までお呼び出ししました。ほう、私の友人があなたに大事なお話があるそうです。ほう、友人、誰ですか友人っていうのは。まさかカシオペア。おっと、この場にはいらっしゃいません。今つなぎますね。おお、あん、誰だこれ。あれか、あれじゃない、あの博士じゃない。ハロートリッピー、はじめまして。私はオーリム、パルデアの大穴の奥エリアゼロにてポケモンの研究をしている。ほら、ペパーのお母さんだ。ポケモン博士だこいつが。おお、なんかいいね、それっぽいところだねこれ。我が校の卒業生で素晴らしい博士なんですよ。マジかよ、これがポケモン博士か。
なかなかのオーラがありますね。単刀直入に話そう。学籍番号805C393 トリッピー、君はコライドンという不思議なポケモンを連れているな。あ、やべ、バレちゃってる。正直な情報の提供大変感謝する。いや、何、責めるつもりはない。ただ協力してほしいのだ。何をすればいいんですか、協力って。おわー、やばい、こんなところで出ちゃダメだよ、コライドン。あぎゃー、いやー久しぶり、元気そうで何よりだ。あ、オーリムとコライドンはなんか関係があんのか。実はコライドンは私が管理していたポケモンでね、ペパーという青年から受け取ったであろうボールももともとは私のものなんだ。うん、なるほど。しかし今私はそのポケモンを管理できない状況にいてね、トリッピーには引き続きコライドンを可愛がってほしい。あー、ペパーはもしかしたらあれかもしれないな、コライドンが逃げちゃったからボールをもらって早く捕まえてこいみたいな感じのことを言われてたみたいな、そういうことなんじゃない、わからんけど。そう言ってたらなんか勝手にトリッピーが捕まえてたからラッキーみたいな。このオーリムが黒幕でしょこれ。どう考えてもこのポケモン博士闇に染まりやがって。コライドンは今弱っており戦闘能力を失っている。移動に特化したライトフォルムにはなれそうだが、ほう、持っていた能力を完全に取り戻すには時間を必要とするだろう。ああ、なるほど、ご都合主義ですか。私の連絡先をスマホに登録しよう。スマホとも出してくれたまえ。あ、オンラインでもいけるわけですねこれ。さあ、今後は状況確認のため定期的に連絡させてもらうよ。やばい、オーリムに監視されちゃう俺の居場所。絶対こいつが黒幕だよ。いや、こいつ黒幕の匂いしかしない。それでは達者で。あぎゃ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 っす。さあ、このポケモンはもしやエリアゼロの比べる。その表情、目の奥に何を思ってるんだオーリム。まさかあなたは。あ、でも本当にほら、やっぱオーリムが黒幕だわ。クラベルいいやつなんだよな何でもかんでも黒幕に従う男トリッピーです。よろしくお願いします。博士に随分大きなお願いをされてしまいましたね。そうっすね、アカデミーも全力であなたをサポートしますから、託されたコライドンと共に学園生活を楽しんでくださいね。ありがとう。いや、お前はいいやつだわ。カシオペアじゃないわお前は。お前は普通に校長です。入学早々校長室に呼び出しなんて悪いことでもしたの？なんて冗談。知ってるっしょ、ジニア先生から寮の部屋を案内するように言われたの。トリッピーのマイルーム一緒に行ってみようよ。やった、そっか、よく考えたらあれだ、俺ここで暮らすんだ。じゃあ絶対ここ拠点になるじゃん。トリッピーの家どこ？まさか誰かと共通？ん、ジャカパーン、これからトリッピーが暮らす部屋です。これ一人部屋？ベッド一個だね。マジかよ、て私も初めて入るんだけど。ほうほうほう、めちゃくちゃいいじゃん。学校初日からいろいろあって疲れたでしょう。ベッドでゆっくり休んでね。ベッドで寝れば人もポケモンも体力回復。助かります。元気になったらまた明日いっぱいポケモン勝負しよう。それじゃあまたね。なんかね、ネモがね、ポケモンバトルのことをポケモン勝負って言うんだよな。それにすごい違和感がある。やっぱサトシはポケモンバトルって言ってたからさ、俺もポケモンバトルしようぜって言いたいんだよな。ポケモン勝負ってなんやねん。寝よ、ベッドで寝て学校生活に備えようか。はい、備えます。おやすみなさい。おー、いい演出だね。トリッピーがオレンジアカデミーに入学して何日かが経ち、冒険の始まる日がやってきた。おお、ご都合主義。これあれでしょう、あの新海誠さんの作品だったらここでラッドインプスの曲流れてるよ。どう考えても急に時間が経つんだよ。それでピンポンパンパンポン。はい、さあ生徒の皆さん、本日から課外授業が始まります。来た、課外授業さ、泣く子も黙る課外授業が始まっちゃう。説明をいたしますのでグラウンドに集合してください。はーい、あ、ポンパンピンポンパン。おお、ついに来ただな、ついに。俺も楽しみだぜこれ、課外授業楽しみすぎる。早くグラウンドに行こう。オッケーです。おお、皆さん集まりましたかね。ここポケモンのさ、なんか CM とかで見たよね。それではこれから課外授業の説明を行います。課題のテーマは宝探しだ。楽しみでございます。皆さんには世界を旅して自分だけの宝物を探していただきます。ほう、世界を。なるほど、これまで皆さんは学校の中で多くの知識を学んできたと思います。いや、全く何も授業一回も受けてないです僕。しかしこれからは外の世界にも目を向け見聞を深めていただきたい。なるほど、パルデアの豊かな自然、豊かな文化。あー、なんかヤドンとかがおるよ。そこで暮らすポケモンたち。あー、何あのポケモン、鳥ポケモンおったな。ワシもおる。そこで暮らす人々、
どこへ行き、誰と出会い、何をなすのか。いや、こいつこんなにいいこと言うんだったら絶対黒幕じゃないわ。それぞれがそれぞれのポケモンたちと共に歩き、あーもういいね、共に考え、ペパーいるね、共に感じ、かわいいトリッピーちゃん、自分だけの宝物を見つけて帰ってきてください。 OK です、この実況で見つけます。課外授業を通して大きく成長したあなたたちに、はい、再びご挨拶ができることを楽しみにしておりますよ。これあれだね、なんか学校の教室にいる時も思ったけど、あれだろうね、なんかいろんな年の子がいるから、あんまりポケモンの授業に年齢関係ないんだろうな。どのタイミングでも入れるんじゃない。なんか小学生みたいな子もいれば中学生みたいな子もいるもんね、身長的に。ほうほう、あ、これあれじゃない、元トカゲってやつじゃないの。よっしゃ、オープンワイルドだ。オープンワイルドなんだ、オープンワールドじゃないんだ。ライドしていくよ、元トカゲ。ほう、ライドして、まさかついに乗っちゃうのそれ。皆さんお気をつけて、パルデアの大穴への立ち入りは危ないので高速違反ですからね。はい、わかりました、絶対それ行くフラグですね。僕なんか察しました。トリッピー行くよ。え、目的が結局何なのなんか、なになになに、透明、あ、透明の人じゃなかった。なんかよくわからんけど、とりあえずすげえ大雑把にここら辺を冒険してこいって言われた気がする。そういうこと、いろんな場所で、はい、ピクニックしまくるよ。あー、そういうのでいいの、そういう感じでいいんだね。あ、でも楽しいじゃん、やっとこっからオープンワールドが始まるってことでしょ。トリッピー、トリッピー、なんだいね、もう俺は今からとりあえずトリポケモン探しに行くぞ。宝探し始まったね。そう、結局何すんの、結局何すんのよ、分かってないんだよこっちはよ、初めてだもんね。歩きながら教えるよ、ありがとう、助かります。普通に、で、何なんですか宝探しって。オレンジアカデミーのメインイベント宝探しはね、宝探しとは言っても本当に宝があるわけじゃなくて、ほう、何ですか、パルデア地方を自由に冒険していろんなことを体験すればいいの。なるほどそんなジムに挑戦したり、困ってる人を助けたり、本当にお宝を探しちゃうのもあり、あ、主ポケモンを倒したりといろいろするわけですね。俺色違いのポケモン探したいな。普段学校の中じゃ学べないことをいっぱい学べるよ。いいね。でも今までのポケモンと違って、最初は1個目のジムバッジのところに行こうじゃないのがすごいいいよね。勝負の機会もたくさんで、私的には最高のイベント。宝探し中再開したらトリッピーとも戦わせてよね。期間が長いんだね。いいじゃないか、見つけようぜ宝、ワンピースってやつをな。そうだ、スマホのマッチアプリ、行きたいところを設定できるんだ。へえ、この前登録したジムの場所、目的地に登録してみたら。 OK です。あ、ペパ生徒会長、でも抜けかけとは卑怯だな。出た、うわ、ペパなんだおめえ、おめえは別にいいんだよこっちはよ、二人でいいんだよね。元抜けかけって人聞きが悪いな、ジムをおすすめしてるだけ。そうだよおめえ、ゆるに挟まるな。何するか決めるのはトリッピー自身だもん。そうだそうだ、トリッピーは俺と主ポケモンを探してスパイスちょろまかすんだ。ちょろまかす、そんな悪いことすんの。チャンピオンになってる暇なんかないぜ。マジかよ、ごめんなさいけどやりませんそれ。遺伝スパイスを守る主の住処、一緒に行くんだもんな。いや行きません、全く。あの主ポケモンを倒しに行くかもしんないけど、ペパーとは行きません。ちょっとずるい、トリッピーに変なこと教えないでよ。そうだぞお前、はあ、誘ってるだけで決めるのはトリッピー自身だろ。ほほほ、ご都合だな。ふんぬ、うん、ロト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 、うん、トリッピースマホ鳴ってんぞ。まさかカシオペアじゃないのこれ、カシオペアアルペジオ、ほら来た。いやあトリッピー、カシオペアだ。以前伝えていたスターダスト大作戦についてだ。スター団には5つの組があり、アジトもそれぞれ分かれている。トリッピーにはそこへ向かい、組のボス5名を倒してほしいのだ。下っ端軍団が邪魔してくるだろうが、私も遠くからサポートさせてもらう。ボスたちは組の名前となっているポケモンタイプの使い手だが、あなたならきっと大丈夫だろう。というわけで勝手ながらアジトの場所を登録しておく。まあハッキングされてるんですけど、このスマホめちゃくちゃ怖いです。これブロックさせてくださいこれ。わあ、あ、あ、炎なんか見たことあるよ。悪、毒、格闘、フェアリー、フェアリーのあの子、ちょっと面が良くて人気出そうじゃない、一部の女子に。嫌い、一番最初に潰す。スターダストストリート、いいね、本当に何でもできるね。ボスを倒すたびにたんまりと報酬を差し上げよう。マジかよ、いや、いきなり誰なの。スターなんて不良で危ないし、トリッピーには関係ないよ。そうだそうだ、
こいつは俺と一緒にすげえ食材を探すんだよ。決めるのはトリッピー自身だったかな。ネモ、ペパー、お名前を知ってるこいつらの。ってことは学校の誰かだね。なんで名前？トリッピー、あなたの活躍を楽しみにしているよ。おおなんだったんだよ。トリッピー、友達多いのはいいけど危ないことに深入りしすぎないでね。さて気を取り直して冒険の始まりよ。しよ。おい、私は出会ったポケモントレーナーと片っ端から勝負していく。やべえなこれ、戦闘狂だ。最強を追い求めればその経験が自分だけの宝になるはず。いいね、かっこいい。とりあえずもう一度ジムに行って新しいポケモン鍛えよっかな。ジムの建物写真送っとくね。ありがとう。おーおーおお、なるほどね。とりあえずこれを探せばいいと。はい、オッケーです。いろいろ口出ししちゃったけど、決めるのはトリッピーだから、行きたいところに行ってやりたいことをやっちゃえ。わかりました。とりあえず俺海辺で釣りとかしたいな。自分だけの宝ねえ。さあ俺の場合はま秘伝スパイスに決まってる。まってなんだこれ。ま絞るのかこれ。スパイス見つけたらうんとうまいサンドイッチ作って食わせてやるからな。あー、それはちょっと魅力的ですね。まあペパーとは行きたくないんですけど。あ、出た、アギャス。げ、なんで出てくんだよ。あはは、サンドイッチって言葉に反応したのかな。あ、そうや、こいつサンドイッチあげたな。お前にはやらねえ。ペパーはこれ嫌いなのか、このコライドンとかやつ。ギャスギャス、早く行きたいみたい。トリッピーに乗れって言ってる。マジ乗ってもいいんですか。プラスボタンを押すとコライドンに乗って素早く移動することができます。助かる。ライドしてる時に B ボタンを押すとジャンプして障害物を飛び越えることができる。きた、これが怪ししみたいなやつでしょ。おーおーおー、なんかちゃんと手をかけるところがあるんだね。乗り物だ。あんやー、おー変形した。やっぱり元トカゲっぽい。コライドンと一緒ならどこにだって行けそうだね。確かに、主ポケモン探すなら東門から出るといいぜ。え、マジでどうしよっかな。トリッピーはジムに行くから西門から出発がおすすめだよ。東側は迷いやすいし。いいね。やばい、めちゃくちゃ自由だよってことを何回も確認してくるこいつらが。今までのポケモンと違うよって、どっちから行ってもいいんだよ、何からやってもいいんだよって。マジでずっと何回も念押ししてくる。どうしよう、こっからもう完全にいよいよ宝探しです。はい、自由に目的地を巡り、たくさんのポケモンと出会うことであなただけの宝物を見つけましょう。まあここまでで、まあとりあえずチュートリアルっつうか冒険の最初が終わったんだな。うわー、ダセー。クソダセー。これ見て、俺がこのスカーレットにした理由、タイヤがついてんのにバイクみたいにならずにコライドンが普通に四足歩行で走るから、ダサすぎて可愛い。これなんなんこれ。 B でジャンプ、おお、ジャンプできまーす。おもろ。はい、オッケー。じゃあとりあえずいろいろ行きましょうか。今からどこに向かって何をやりたいかっていうのをリスナーと共有しときたいよね。とりあえず右側行ったらなんかこの山岳地帯みたいなところで、これあれは主バッジの岩、おー、レジェンドルート、なるほど。とかこれはジムバッジの草、あ、草はあれだな、写真でもらった建物だな。これもしかしたら駆け出しトレーナー向けって書いてる。あ、いいじゃん。じゃあここを最初に行くのはもしかしたらなんか正義のおすすめルートっぽいかもしれないけど、おすすめルートで行っていいのか。どこでも行っていいって言われたもんな。これはジムバッジエスパー、おー、なるほど。ジムバッジ虫、あ、虫、これいけるでしょ。あ、初めてのジムにこっちもおすすめだ。これ絶対いけるわ、だって俺飛行タイプだもん。こっち行くか。じゃあまずはこのジムバッジ虫狙っていきます。で、やばい、ここの主捕まえれるかどうかわからんけど、見て、なんか空飛んでるよこれ。伝説の鳥使いマスターはここに行かないといけないだろ、どう考えても。大空の主、近づかなければ無害なポケモン、西一番エリアで山から岩が落ちてくる現象が発生中。大空を自分だけのものにしたい主の仕業ではと噂されている。山頂を目指すのは大変だが主自体の危険度は低い。最高すぎる、こいつを俺のポケモンにしたいです。さあということで、じゃあとりあえずこっちの方目的地に設定します。設定、さあこれでこっちの方角だ。走れコライドン、最強の鳥ポケモンマスターを目指して俺は行く。
ロト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 。あ、もしもし、私ネモネモ。これからスマホでお互い近況を知らせ合おうよ。トリッピア学校の西側から旅立つことにしたんだね。あ、そうなんですよ。そっちだったらセルクルタウンが近いよ。虫タイプのジムあるからジムリーダーに挑めるね。トリッピーならきっと勝てる。頑張って、また連絡する。ありがとう。よくお分かりで。そうなんですよ。一回校舎の中に入ってこっちの門から出たら虫のジムリーダーと戦えると思ったわけなんですね。メリープだ。うわー、かわいい。こいつ捕まえたい。俺結構電流好きなんだよね。さあ、まあ翼で打つは効果今一つかな。 OK、 いいね。これで、倒さないようにしながら静電気をもらいつつ、くそ、静電気もらうのは予想外だ。これでボール投げよっか。今メリープ捕まえたんだけどさ、奥にいるのはあれ、トリポケボンっぽくない？体に静電気が溜まると体毛がいつもの2倍ほどに膨らむ。触ると痺れる。なるほど、こいつはつけないんだけど、ボックスへ送るけど、ほら、あの奥見て、ちょっと早く。メリープさん、青どりどりの隣なんだ。ほらほらほら、あれペッチャラ？ああ、ややこまがいるってこと。あ、ややこまだ。ややこまか。トリポケモンっぽいと思ったらトリポケモンだったけど、ペッチャラっすね。さあ、ここら辺は色違いとかが出てきてくれたら嬉しい。あ、こいつ捕まえてね。そういえば洞窟で捕まえなかったよね。お前も捕まえるか。ピクニック。ほう、ピクニックやってるんですか。バッグに食材詰めすぎちゃった。お裾分けしてあげるね。マジ？ありがとう。いちごスライス、スライスチーズ、ベリージャム、クリームチーズ、なんかめっちゃもらってるんだけど。ペッパーまでもらった。ペッパーもらっちゃった。俺ペッパー嫌いなのに。このまま一緒にピクニックしてちょっと休息していったら。じゃあお願いしようかな。ピクニック予想、なんかソーダ&シールドのカレーみたいな感じかな。今回は何なんだろう。サンドイッチか今回もしかして。あなたのポケモンも元気になったね。やった、麻痺治ったわ。またいつでもおいで。ありがとう。あー、いいですねこれ。俺もピクニックとかできんのかな。さあ、じゃあどんどん行こう。あ、ピッピ人形かわいい。これなんだ、なんかすごい光ってるぞ。まさか。パルデア地方ではいろんな場所で光り輝く結晶が見つかります。結晶を調べると強力なテラスタルポケモンと戦うテラレイドバトルに挑戦できます。なんかよくわからんけどテラレイドバトルできるわって思ったら、これもしかしてムックルじゃない？これゲットできるんじゃない？みんなで挑戦しよう。探そう。合言葉3302。え、待って、あ、そういうこと？合言葉がないといけないってことは、あー、そういうことか。みんなじゃない、ダメだこれ、これダメだ。わかった、一人で挑戦しないといけない。リードから抜けよう。俺は一人だ。サポートをしてくれるトレーナーが参加します。 ありがとうございます。おお、初めてのテラレイドバトル来たまさかの光り輝いてるムックル、俺の相棒。すごい、マジで鳥ポケモン多くない？テラレイドバトルは制限時間内に相手のテラスタルポケモンを倒す必要があります。戦闘中は自分のポケモンが倒れても時間が経てば復活しますが、制限時間が減ってしまうので注意しましょう。はい、テラレイドバトルでは応援という特殊な行動ができるようになります。応援によって味方全員の能力を上昇させたり回復したりできます。1回の戦闘で3回まで使えます。あ、じゃあこれも初手じゃない？能力上げるなら初手じゃない？応援でイケイケどんどんイケイケどんどんするわ俺。あ、イケイケどんどん、イケイケどんどん。さあ頑張れ。あ、ただちょっと戦闘できそうなやつあんまりいねえな。野生の武器の電光石火、やばい。ウェルカム食らっていく。じゃあ戦います。アクアジェット、レッツカめっちゃ食らうやんけ。時間制限とかあんま全然何も関係なかったわ。なんかあれだな、すげえ大変かと思ったらそういうわけじゃないし。ボール投げたい。このタイミングで投げれるんじゃない？捕まえる、きたー、モンスターボール、いけ。おーおー、サムネ映えしますねこれ、かっこいい演出神かよ。あーあーあああ、おーおー、クリスタルボール、テラスタルボールになってるわ。捕まれ。こんだけ、こんだけ長い演出をしたなら。おお、早っ早すぎ。イエーイ、しかもなんかめっちゃアイテムもらえるんだけど、どうなってんの。ムックルを捕まえた、嬉しいです。さあ、ムックル捕まえたんだけど、ちょっとこいつだけさ、ちょっとあだ名つけていいっすか。さあ、ムー君、こいつ手持ちパーティーに入れましょう。
強さを見る、まずは。いや、テラスタルタイプ地面だ、すごで、あ、待って、やばい、めちゃくちゃいい。まあ、防御が低くなってるけど、攻撃が上がってる性格だから、寂しがり、あ、悪くない。これ普通にいいぞ、旅場に入れるの決定です。さあ、じゃあこれで、ちょっと一番下のややこま、こいつをボックスに送ります。やったー、鳥ポケモン集まってくるね、これ。正直、いすぎて困るぐらい、鳥ポケモン縛り、足りねえかなって思ってたけど、なんか冒頭から大量にいるぞ。まだね、あのね、オープニングで出会ってたトリッピーみたいな、あの緑色の子供チャレンジのトリッピー出会ってないからね。あれ出会いたいんだよな。あー、なるほど、わかったかもしんねえ。これあれだ、このマップのここ、このフェアリーみたいなやつ、これがあのさっきのテラスタルのやつじゃない？多分そういうことでしょう。光り輝いてんだ。これ降りれる？あ、降りれるわ。危ない、落下ダメ、ない。これやっぱり、これ多分フェアリータイプのテラスタル。あ、ピカニキがいる、ピカニキ可愛すぎる。でもそういうことでしょ、ほら、やっぱりこれマップがここになってるから。しかも周りに、あ、待って、知らないポケモンがいるなんか知らないポケモン周りいるらしいわ、テラスタルやる前に。ちょ、楽しすぎる、これ永遠に終わらんぞ。つか、そろそろ終わらんと、時間的にやばそう。やったー、あ、図鑑ナンバー74、25じゃなくなってる。じゃあ今日は最後にこのフェアリータイプのテラスタルやって終わるか。は？あ、これあれじゃない？これさ、マップのさ、さっきこいつじゃないの？これに似てない？どう思う？みんな、この新ポケ、この新ポケに見える気もしないでもない。やってみます。あいつじゃない？おー、ほら、知らないポケモン来たー。おー、しかも、あ、いいですね、なんかパーティー、キルリアとか。ほら、なんだこのワンちゃんみたいな、え、めっちゃ可愛いんだけど、クソほど可愛いんだけど。もうこれアクアジェット普通に打ち込むわ俺。いけ、さっきそんなに、あ、でも強い、ホラージフ倒しました。まあ言うて、なんかめちゃくちゃしんどいってわけじゃない。うわ、なんか変な顔めちゃくちゃ変な顔で、草捕まえるわ、せっかくだから。いけー、モンスターボール、捕まれー。さっき言われた一瞬で捕まったけど、どうだ。はい、はい、あー、早い、確定で捕まるのか。ということで、今回はオラチフとかいうテラスタルになったらフェアリータイプになるような、ポケモンをゲットしたところで、これぐらいでパート2は終わりたいと思います。まあ、このね、パート2が終わったことによって、まあ、ポケモンのね、最初のチュートリアルみたいなのを全部終わらせて、まあ、こっからは自由にオープンワールド楽しんでくださいみたいな、やっと本編に入ったみたいな、そんな感じの、パートだったんで、次からも、めちゃくちゃ楽しみでございます。ということで、ここまで動画見てくれてありがとうございました。また、明日のトリッピーの動画も見てくれたら嬉しいです。お疲れ様でした。